ふってる。今日のはこれは寝癖じゃないえ。これはヘアセットしたんやで。皆さん、ちょっと腹ごしらえをさせていただいてから、私にとって、そして皆さんにとって大切なお話をしたいと思います。ハロー、アサギーニョです。今日の動画は真剣な話です。真剣な話の時は眉間にシワポーズ、これが真剣の印。みんなも使ってくれ。じゃあ話すで。みんなも体を休めながら聞いて。私の YouTube チャンネルについての話する。まず皆さん、いつも見てくれてありがとうございます。嬉しい。みんなはアサギーニョチャンネルを何やと思ってますか？なんで見てくれんの？なんで？なんで見てくれんのやろって思うことは時々あるねん。こんな、なんで応援してくれんのって思うこともあんねん、意外とな。だってな、うちはこの YouTube チャンネルでみんなに何を届けられてるやろうとか一生懸命考えることあるんやんか。で、今日大きなテーマを見つけてん。何かっていうとな、うちはもうこの言葉に尽きる。可愛くなりたいね。これ女の子とかやったら特にみんな思うかもしれへんけど、うちの YouTube の動画ってさ、いろいろやってるけど、こうなんか改めて遠くから見た時に、自分が可愛くなるためにいろいろチャレンジしたりとか、いろいろ服を購入したりとか、コーディネートみんなに紹介したりとか、ヘアアレンジしたりとか、もう自分を磨くための動画やっていうことに気づいて、みんなはもう気づいてたかな？うちかな？うちだけかな？それに気づいて。だからな、これからな、私はな、秘めた。もうこれは言うてしまう。意外、心して聞いてくれ。私は、これから、スターになる。聞こえたか？聞こえたか？頭がおかしくなったんじゃないで。これは、ほんまの話。ほんまに思ってる話をしてる、うちは。バキュン。あのな、私はな、スターになれると思ってね。これは私じゃだけじゃないで。みんなスターになれると思うけど、うちは本気でスターを目指していくね。何スターってって思うかもしれんけどな、この話聞いて。まず私はな、可愛くなりたいって言ったやん。可愛くなりたいっていうのはな、一概にこう男性にモテるとか、みんな女の子が振り向くぐらい可愛らしくなるとか、モデルになるみたいな、それだけじゃないね。それが可愛いって言うてるわけじゃなくて、うちはもう自分の、もう私アサギーニョという細胞を最大限に活かしたいね。だから自分では想像もできないぐらい、これから私は可愛くなると思う。なんでかというと、うちはこの YouTube を始める 2,3 年前までは、そんな別に可愛いとかな、みんながこうやってコメントで、今は幸いなことにいろいろ言ってくれるやん。可愛いとか憧れですとか、おしゃれですとか、もう優しい言葉かけてくれるやん。でもな、数年前までほんま何にもなかったんで、コメントとかももう1件2件あったら嬉しいっていう感じやって。でもこれが今こんなに自分がこういろんなことを発信していってるからか、そうやって言ってくれる人が増えるっていうことは、これからもっともっと自分がレベルアップするために、自分磨きを頑張って頑張っていろいろ挑戦したら、それはもうスターです。わかった？言ってる意味わかる？まあ自分磨きをもうピカ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 に磨いたら、もうそれは輝きます。そう、スターです。まあこれからも引き続き動画を出していくと思う。でもそれは私の自分磨きの動画、そういう風に思って。だからみんなもそれを見て応援してくれたらめっちゃ嬉しいし、よく言うと、それを見て見てるみんなも輝きたいなっていう風に思ってもらえたら、それはもっと一番嬉しい話。そういう話、今日の話は。バキュン。これな、こんなんこうわざわざ言う必要あるってなんか思う人もおるかもしれん。でもこれほんまにうちの中ではでかいことでな、ほんまになんか発見やねん、新たな発見。だからスターの形はまあ人それぞれやと思うけど、私はみんなが想像するスターよりも、自分自身が今想像しているスターよりもはるかに超えたスターになりたいって思うから頑張るねん。こう言ったからには、私はこれから絶対に可愛くならないといけないし、いろんなお洋服にも挑戦したり、外見だけじゃなくて内面も、まあ、いろんな旅に行って感じたりとか、いろんな人に出会っていろんな挑戦させてもらったりとか、そういうのを経て、身も心も外見も、そして顔も可愛くなりたい。もちろん、まあ、可愛いというよりか美しいっていう言葉の方がいいかな。とにかくキラキラ輝きたいっていう私のこれからの動画を見てください。どうぞ見守りください。バキュン。
最後に言うで、みんなな、なんか自分に自信を持つためにはどうしたらいいんですかとか、アスリーニュさんはなんでそんなに毎日なんか笑ってられるんですかみたいな感じでコメントくれんねんやん、相談してくれんねんけどな、周りのみんなと比べへんと自分の中の最大限出したいって思ったらもっと楽しくなると思うねん。私なんてブサイクやからみたいな感じで思ったりとか、私なんて全然頭アホやからとか思ったりとかせずに、昨日より今日の方が成長しているとか、1年前2年前より私可愛くなってるわみたいな、顔の可愛いだけじゃなくてさ、心もなんか美しくなってるわとか、考え方とか変わったわみたいな、自分の中のもう知られざる一面を開花させる、これが自分磨きやとうちは思うねん。ほんでそれを追求しまくったらいつの間にか、あらまあスターやってなってるかもしれんから、私は本気でスターを目指すよ、ほんまにな。みんなもなんかその成長を見て見届けてほしい、びっくりしてほしい。こう言ったからにはマジでうちが証明するで、うちがほんまにもうなんかその辺の一般のさ普通の女やで、うちは SNS でさぴょっとさこうみんなに見てもらえるようになって、でこからこんな普通やったうちがもうどん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 スターになっていく。もう毎日日々頑張るし楽しむ。それじゃあこれからも見てくれるみんなはうちと一緒にキラキラ輝いていきましょう。まずは私歯白くしたいな、ホワイトニングしたいなってずっと思ってた。でも前歯のこれとここの色が違う気がするね。もう真っ白にしたい。じゃあこれからも一緒に可愛くなっていこうね。次の動画も見てね。バキューン。